これ ありがとうございます。インスタグラマーのような豆乳とかで割って飲まれますか？定番ですか？豆乳で割るのって。そう、豆乳とか牛乳とかやっぱ多いですね。あと炭酸割りとかで、ね、飲んでいただく方も。乾杯。乾杯。すっごい香りする。めっちゃ美味しい。美味しい。されている。素敵。素敵。こんにちは。はてか全部おしゃれ。優しい、ね、アルコール12度って言ってたからこれは飲みやすいわ。日本酒本当になんか苦手な人とかにおすすめしたいの。めっちゃ変なこと言うと二日酔いとかでも飲めそう。水も美味しい。すごい。
ものすごい、ものすごい酸味。うん、つかもしてます。乾杯。なんか全体的にすごい優しくて綺麗で飲みやすいですよね。なんかこのスタイリッシュな空間に合うような洗礼された味。あー、いいにおい、梅酒。ホテルのような、ホテルのようなトイレ。石鹸も酒粕液水入り石鹸。この袋に入れてます。あ、いいです、いいです。このマスミって本当だ、これがいい、かわいい。次の蔵に歩って向かいます。まんじゅうゲット。これだけ持って歩っていきます。もう1軒目でめっちゃ楽しいんだから、うん、楽しみ。あ、ちょっと道路を見ててください。失礼します。ありがとうございます。はい、当社の6種類の中から4種類選んで食べてください。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、入ってないのもあるかと思いますので、ちょっとまあ参考までに見てください。はい、ありがとうございます。はい、違う、もっとね、なんか可愛いお酒だからといって甘ったるいわけじゃない。そう、あ、これが一番アロマティックかも。え、これも好きだよ多分。これめっちゃ美味しい。4番そっちの方が好きなんだよ。パーイ、これは純米大吟醸。うん、美味しいな。なんか全部に一貫してリンゴを感じます。私はリンゴ、リンゴのいろんなスイーツ。でもスイーツっていうと甘いやつ、甘ったるいやつ想像すると思うんですけど、あの、全く甘ったるくはないです。純米大吟醸だとしても。あ、めっちゃ美味しい。これまだ2クラ目なんですけど、もう満足度が100いっちゃってますね。これ午前中なんですけど、5クラ全部飲めるかな。飲むしかないでしょう。全部飲みました。3個目で、はい、
ね、なんかもう眠い人がいます。頑張って飲みます。海賊、山賊みたいに飲むお酒。Thanks for watching this video. If you like it, please subscribe and hit the like button. See you guys in the next video. Bye! えんやカモメもどっこいせ、山を越えて海を渡り目指すは梅酒だ。ちゃんこらせっせちゃんこらせ、山の神海の神、ちゃんこらせっせちゃんこらせ、俺の日本酒魂。